さて、2章も折り返し来たで。今回が中世ヨーロッパのラスト、宗教改革のところや。それまで西ヨーロッパはローマ教皇が力を持ってて、誰も手出しできんかったに、フランスの王様が強くなるわ、教皇は弱くなるわ。あばしってやられて、ケっチョンケっチョンで、とうとう教皇を怖がらなくなりだして、文句をブイブイ言い出すよーってとこや。ほな、その宗教改革と、それに関する戦争、合わせた宗教道ら見ていこうか。そもそもローマ教皇がケチョンケチョンになったのは、 それを守るはずの神聖ローマ皇帝がだらしないからやねそうだった原因は、選挙王政にある。って俺はにらんでんのや。あのやり方やと、鉄則協力になってしまうから、皇帝が強くなれんのや。鉄則協力は、周りに力を与えてしまうからな。すごい強いものを生み出さんんねそもそも国を一人で占めてやろうなんてやつを選挙で選ぶわけないや。せやから皇帝言うても、一人で全てを治める絶対的な強さを持てんかったんや。しかもその選挙もしっかりしたもんやなかったから、 二箇所で勝手に選挙したから、二人の仮の皇帝が出てしまってな、ちゃんとした皇帝がおらん大空位時代っていうのもあってんで。せやからわざわざそのちょうど100年後、1356年にカール4世が金印直書を出して、七人の選定校で決めるっていうことをやり出したんや。ほんでもそうは言うたかて、これではいつまで経っても強い皇帝が生まれんからって、ハプスブルグ家が代々受け継ぐことになったんや。まあ、それでもドイツはな、300くらいに分かれて、 勝って気ままに統治して、一個に統一はしないけどな。せやからスイスには独立をかけて戦争を吹っかけられて、1499年に独立勝ち取られたり、教皇の力も、モヤモヤになって、16世紀頃、教会に反発するのが出てきようんねんな。でも最初の始まりはもっと古くてな。イギリスのウィクリフやドイツのベーメン、フスがやりだして、ね。時代はちょうど百年戦争の頃、イギリスのワット・タイラーの乱はこのウィクリフとも関係あんねん。 本でも教会断分裂のシスマを収めるコンスタンツ公会議が1414 14年1414 14いよいよスタートとなるんや。ここでフスが火破りにされてフス戦争が起こるとその約100年後1517年にドイツのマルティン・ルター略してマルターが95箇条の論題を叩きつけたんや。原因はサンピエトロ大聖堂の修理する金を集めよう言うてレオ10世が食友状ってまあ免罪符を 出してな、これで金儲けしたろー言うたんをぶち切れたっちゅう話みたいやったな。それまでやったらな、確かに二人の反乱はあったもんの、まあ右がほらギリシャ正教で、下にイスラムがあるっちゅうのはあったけど、基本的にはヨーロッパぜーんぶごっそりローマカトリックやってん。それが今回ばっかりはそうもいかんと、ルターやらフスを出した米面を中心に、そっから来たがごっそり新しい宗教に乗り換えるって言い出したんや。そしてその後、ドイツ農民戦争を生み、シュマルカルデン同盟まで作って、 徹底的に強行と対立。1545年のトリエント公会議もボイコットし、1555年、アウグスブルグの宗教和議で、諸公や都市にはルター派を認めようって和解するまで揉めに揉めたんや。でもルターだけにとどまらんと、スイスのツヴィングリ、フランスのカルバンも出てきて、元々のカトリックは南だけ、北はルター派やカルバン派のプロテスタントになったんや。ちなみにカルバンは予定説っていうやつで仕事の金儲けに関与をやったもんで、 商人を中心にあちこち広まって。フランスではユグノ。オランダはゴイセン。イングランドではピューリタン。スコットランドではプレスビテリアン。言うて呼ばれんねん。まあ、カルバンだけにこう全国にバーン言うて散らばっとんな。さらにはイギリスでヘンリー8世が嫁のスペイン王女、カザリンと離婚したいって言い出してん。基本カトリックは離婚がごはっと。しかも相手はスペイン王女や。スペイン言うたら大公開で出てきたカルロス1世やけど、 この人、神聖ローマ皇帝、カール五世でもあるから、教皇としても皇帝のことを考えたら、オッケーなんか出せんやろ。せやから、あかーん言うてたら、ヘンリー八世は、カトリックと勝手に断絶する主張法を1534年に出して、イギリス国教会ってしちゃうんや。ルターにカルバンにヘンリー八世、ともうみんな好き勝手に暴れられて、それまでヨーロッパを占めていたカトリックは、見ルも無残になってったんや。せやから、カトリックの復活を言うて、イグナテウスロイラが、 みんな離れていくなって言おうって、イエズス会作って、ザビエルが日本に来てカトリックを増やそうとかしたんやで。ザビエルが来たんが、以後よく来る宣教師、ザビエルって言うて、1549年くらいやから、年代もほら、ぴったりやろさて、こんだけ苦しんどる教皇やのに、この頃皇帝は何をしてるんやろか。実はほら、14、15世紀に商業が発達したからな。イタリアはルネッサンスして。それで多分金持ちのイタリアに、 目をつけたんやと思うけど、100年戦争を終えたフランスとイタリアを取り合ってて。しかも16世紀になって、スペインのカルロス1世がカール5世として皇帝になると、大公開で海外にも手を伸ばすし、そうやって力持ちすぎやでーって、カルロスの一族、ハプスブルグ家が目つけられると、オスマントルコにウィーン包囲や、プレベザの海戦で叩かれたり。こっちはこっちで、まあ結構しんどい目にあってんな。こうやって教皇や皇帝の力が弱っていて、 それぞれの力が自国の主権を主張する主権国家に変わっていくことになんねんな。ちなみに宗教もバラバラになったから、それまでハプスブルグ家みたく、どこの国ともみんな親戚、みんなカトリック、なんてことがなくなって、それぞれの国、それぞれの宗教を掲げて自立していくねそれがこの後三章でやる近代の話や。ほな、今回はここまでまとめいこうか。まず、教皇については、 ウィクリフにフスの反乱に始まって、ルターの95か条の論題に始まるドイツ農民戦争、トリエント公会議、アウグスブルグの宗教和議、カルバンの予定説で生まれるユグノーゴイセン、ピューリタン、プレズビテリアン、そして離婚問題で始まったヘンリー8世の主張法によるイギリス国教会。ちなみに、カルバンの4つは頭に入れててや、カルバンだけあって、後で4つとも弾けるから。んで皇帝の方は大空位やカール4世の禁印直書などで、 力を持てんかったんで、ハプスブルグ家が引き継ぐようになると、フランスとイタリアを取り合い、スペイン王が皇帝になれば、大公開。で、忙しゅうてオスマントルコにウィーン包囲や、プレベザの海戦で叩かれ、もう大変。教皇や皇帝よりも国王が力を持つ主権国家となってくんねん。っていう話や。ほな宗教改革の流れを抑えられたか次からアジアの方に目向けてくで。ほんじゃ、今回はここまでや。